ホームの妖精は東新千と聖電撃文庫及び早川文庫館のライトノベル。2014年7月現在、期間一貫。東京駅上空2200メートルに浮かぶホームには、銀の髪と瑠璃色の瞳を持つ少女と白い狼が住んでいる。彼らは忘れられた約束を信じて、今日もその場所で待っている。ハイコンプレスディメンショントランスポート通称。 CD、鏡色の門と鋼鉄の線路により、地球の裏側までわずか数時間で結ばれる時代。春の穏やかな午後、東京駅11番ホームに響き渡る、突然のエマージェンシーコールが、事件の始まりを告げた。銀色の髪の少女、TB、野菜嫌いの狼、ヨシそして、クールな AI、アリスが繰り広げる、SF ストーリー。 2010年12月現在、実際の東京駅には11番ホームは存在しないが、かつては11番線が存在していた。しかし11番線は、日回し用の回送線で、ホームには面しておらず、利用者から見れば、実質上は欠番であった。この11番線は、1992年に、東北新幹線ホーム増設に伴い廃止された。つまり、 東京駅の歴史上11番線が存在していた時期はあったが11番ホームが存在した時期はない。早川文庫版は電撃文庫版には未収録の短編を追加した完全版となっている。ありがとうございます。